億万長者合宿をご覧の皆様、この動画をご覧の皆様の中には東京都心とかね、大阪の都心にお住まいの方もいると思いますけども、人生の中で何がね、負担でストレスで地獄かっていうと、多分その一つがね、通勤だと思うんですよね。で、通勤っていうのも例えばね、混雑してる電車に乗るとか、車で行かれる方は渋滞に巻き込まれるとか、人生の中で全く必要がない瞬間だと思うんですよ。渋滞に巻き込まれてイライラしながらハンドル握るとか、あの押し込められた電車の中でね、もう、身動きも取れないし、な電車の中ってね、私ちょっとね乗ったことがほとんどないんで分かんないんですけども、昨日ある方に言わせれば、電車の中の一番の地獄は匂いだって言うんですよ。で、こうきつい香水の匂いがプンプンするとかね、体臭が臭いとか、汗の匂いがするとか、あとはタバコですよね。タバコとか駅のホームって今禁煙なんで、喫煙所でものすごくタバコを吸う方がね、電車に駆け込んでくると、もうそれだけでね苦痛だと。で、逃げたいんだけども逃げられない、もう不快のまんま一日を過ごすと。そんな形で出勤するから、会社に着いた時はもうねくたびれ果ててるんですよね。で、帰りにもそれがあるわけじゃないですか、で、それをしないと人生が送れないとかいうことになってくると、非常にね地獄だなっていうところがあると思うんですよ。で、私は田舎町に住んでまして、さらに出勤もしてないんで、その地獄とは無縁なんですけども、想像すると一日でも嫌だなと思うんですよ。で、私ね、本当にね、今ではあまりないんですけども、腹が立つことがありまして、それはね、あの土日とかお盆とか正月に、なんか知んないけども、決まりきったように人が増えるんですよ。もういい加減にしろと思ってましたね、当時はね。こっちはのんびりと曜日とか関係ない平穏な日々を送ってるのに、なんか今日待たされるのは混んでるなと思ったら日曜日とかね、なんでお前ら日曜日にわざわざ出てくんねんとか思うんですよ。でも世の中の仕組み上、そういった日曜日とか祭日が混むのは仕方がないんだなと、渋滞するのも仕方がないんだなと思わないといけないと思うんですけども、じゃあですね、その土日とか日曜日に混雑を作り出す人って日々どうしてるのかっていうと、日々は別のところで混雑してるんですよね。じゃあ普段の日に押し込められた電車とか窮屈な環境にいて、自由がなくてストレスを抱えてると、じゃあ休日にストレス解消だと思って世の中に飛び出したら、似たような環境の人が飛び出してるんで、これまたストレスと、でしかも料金も高いと。でそれはね、従業員さんに文句の一つも言いたくなりますよね、大したことでなくても。で、そういうこと形で足の引っ張り合いが生まれてるとしたら、これね、なんかそのロスチャイルドとかね、ロックフェラーとか知らないですけども、世の中の支配者が我々人民にお互いを憎むように仕掛けて、その行く末に争いを起こさせて、戦争を起こさせて、そこでね、戦争の兵器をこっちにもあっちにも売って、お金を貸し付けて支配者が儲かるみたいな仕組みがあるっていう都市伝説をね、信じたくなるのもね、まあわかるなというところなんですよ。まあでも今私の暮らしっていうのは組織にも属してないですし、その上司もいないんでね、決定っていうのすごく早いんですよね。私が思ったことが決定なんですよ。で、私が思ったことがないのが全部中止なんですよ、で、全部が自分発信で生産できて自己完結しているんで、いや本当にね、最強の小舟だなと思うんですよ、その豪華客船タイタニックっていうのはものすごく頑丈で憧れの お城みたいなね、船ですけども、そこに乗ってる人は運命共同体になってしまうんですよね。で、ちょっとしたミスで自分の責任でもないのに沈没してしまうと、海の中に叩き込まれてしまうと。で、もちろん自分の力を信じれない人は組織に乗っかることによって、その組織の力の方が優秀だという考えのもとね、乗っかる、自分の自由を差し出して一定の安全を確保するっていう方法はあると思いますけどもね。で、私もね、誰かよりも優れてると思って思い上がってやってるわけではないんですけども、どうせ人間は不老不死でいられないんですよ。どうせどっかで死ぬんですよ。で、死ぬとしたら自由の海で死にたいんですよね。自由な暮らしを送ってる途中で死にたいんですよね、どうせなら。でも拘束された暮らしの中で、拘束された環境の中で、例えばなんかわかんないですけども、職場で過労死してしまうとかね、これってもう本当悔やんでも悔やみきれないですよね。そこにたまたま就職したから、そこの環境で過労死と、本当にやりきれないですよ。だったらニートやホームレスの方がマシな人生じゃないかってことになっちゃうんですよ、だからね、そんなにね、ストレスと感じることはあんまりしない方がいいかなと思います。もちろん満員電車の時なんともないよとかね、出勤とか勤務に対してそれほど落ち込んでないよって方ね、それはもう全然いいと思うんですけども、
苦痛で苦痛で仕方がなくて自分の人生順番いつになって回ってくるんだって思う方は今すぐ選択ができるんですよ。自分の自由を束縛しているところに身を置かずに自分の自由を保証してくれる人生を歩む、要するに自分の人生に乗っかるってことなんですよね。まあこういうふうに考えていくことができると思いますけども、ただねやっぱりねそうは言っても難しいんですよ。そうは言っても難しいですけども、5年後にはできるような気がしませんか。明日には無理でも3年後にはできる気がしませんか。ですから数年後を目安にそこから逆算して今日はどんなアクションすればいいのかってことを考えていけばいいんじゃないかなと思います。かくいう私もサラリーマン時代退職するのに2年かかりました。2年後に退職しようと思って2年間かけて退職していったんですよ。一人一人の上司とかね先輩の方に、私はもう3年後はこの会社にいないですと、もう辞めるんですっていうふうにお話して、辞めるまで精一杯やらせていただきますってことをずっと話していくんですよ。当然ですけども辞表も出しましたしね、それ引き継ぎもやっていきました。2年かければ辞めれるんですよ。でも今すぐにでも辞めたいって方は多分数年前からね、辞めたいな、いい仕事ないかなって、なんかいい話ないかなと思ってるはずなんですよ。それはねそう思ってるだけじゃ来ないですよね。だからゴールを決めて、そこでは確実にそのゴールを達成させるんだという強い意志のもとですね、そこに行くまでの毎日をプログラミングしていく、設計していくってことなのかなと思うんですけどね。24時間自由に私たちは生きていく権利があるはずなんですよ。その権利を放棄してるのは誰でもないあなたなんではないかなと、自分自身なんではないかなと思いますよね。そしてですね、今日の動画のちょっとついでですけども、家庭を持つと自由にならない、子供が生まれたら付きっきりになっちゃうっていうね考えはありますよね。でも私は毎日ね家事もしてますし、自分のこういうふうな活動もしてますし、子育ても目いっぱい時間使ってますし、かといって不自由してないかなと思うんですよね。なんかもともと麻雀店でがんじがらめだった私、本当に24時間時間と責務とそれから負債にお金にね拘束されてきた人生、それが39歳40歳、いやいや42歳とか3歳まで持ってたら45歳まで続いていたのかな、数年前までそういう人生だったんですよね。でも3年後には借金を返して、5年後にはいわゆるですね、フリーハンドで暮らしていこうかなと、情報発信だけでやっていこうかなと設計したところ、まあおおむねそのタイミングでそうなったかなと思いましたね。で3年後には投資で食べていけないかなっていうふうに考えた時に、今はまあ大体そこに乗っかっているかなっていう感じですよね。まあそんな感じでね、人生の設計っていうのは3年スパン、5年スパン、10年スパンでやっていくことかなと思いますし、それはやっぱりね、10年って決めたんだったらその10年を確実にものすることだと思うんですよ。で10年ワンセットとしても、これからの人生何回その10年ワンセット過ごせますかってことなんですよね。今50歳の方は相当、10年といってもね、10年経ったら60ですからね。じゃあ60から何するんですかって話になるじゃないですか。だから50になってしまった人は50なりのあと5年でみたいなね、ペースを早めていかないといけないですし、1日たりとも妥協することはできないと思うんですよ。やっぱり20代の方はね、10年が失敗しても次の10年っていうのが十分ありえますけども、なかなか40過ぎるとね、10年っていうのは本当にそこまでのんびりしていて自分の人生いつ始まるんですかって話になっちゃいますし、10年でうまくいかなくなった場合また次の10年トライできるんですかっていうふうな余力のことを考えたらね、やっぱり一発で突破するために、今日を初速をですね最大速にする必要あるのかなと思うんですけどね。初速が最大速、最初の速度が一番速いっていう形にしていかないと、なかなかね体が温まってからスピードを上げようと思う人に限って上がんないんですよ、ね、ということでございます。億万長者になるならないは別にして、まずは自分の体を自由にしてあげましょうということです。そして世の中の地獄は、満員電車というね例を昨日をちょっとね聞きましたということでございました。では失礼します。